千葉県我孫子市日比里の正門神社に行ってきました。940年、平将門公が戦没すると、その霊は、維新たちと騎馬に乗り、南側の対岸、手賀村明神下から手賀沼を渡り、湖畔の丘の上から朝日が昇るのを拝んだことから、この地にお祭りしたのが始まりです。平安時代、手賀沼は、現在の約2倍の広さがありました。1908年明治41年、ホツコメにあった水神社を合祀して、正門神社になりました。地名の由来は2説あります。正門公の霊が日の出を拝んだことから、ぎ、り、り。正門公の維新の飯出壇上が、この地に隠姓して、飯出村と呼ぶようになった、とも言われています。1672年の甲信島に、日比里村。1702年の水神社の祠に、飯出村。と、記載されています。江戸時代、初期には、日比里村と飯出村が、療養されていました。